自殺にしても他人からやられるにしても簡単に死ぬっていうことですよ。命は。なんで死んじゃったんだ。やっぱりほら、ここ反対やってな。あっち、人殺し、勘弁でやっちゃったっぺよ。それで、ついでにとっちゃったんだ。国家権力というものは、恐ろしいな。 生きようとする百姓の姓を取り上げ叩き潰すのだからな。三里塚空港粉砕。最後まで三里塚に生き続けてください。ここでずっと生き続けろというふうに言ってからな。その遺書が。そう。